さあ、それでは解説していきましょう。大小2つの整数があって、その差は51です。また大きい整数を小さい整数で割ると、小が5で余りが3になりましたって言ってるわけです。なので、イメージですけれども、大きい数を小さい数で割ったときに、小、答えですね、が5になっていて、余りが3になってますよと、こういう状態なわけです。そして、この2つの差、これが51になってるよって言ってるわけですね。だからさ、何か数字を適当に当てはめていったら、ひょっとしたら出るのかもしれないですけれども、数直線でね、うまく状況をつかんでいきたいなと思います。こんな感じで見ていきましょう。大きい数と小さい数があって、小さい数を基準に考えていきましょう。こいつを1だと捉えます。そうすると大きい数はどうなるのかっていうと、小が5って言ってるわけだから、簡単に言えばこの小さい部分が5個は絶対入るよねと、さらに3余るよねって言ってるので、イメージはこんな感じですよね。5入っていて、あと3だけありますよと、こういう状態なわけでしょ。大きい数って、この大きい数から小さい数割った時に小が5、まずこれが5個分入りますよ、で余りが3だよって言ってるわけです。いいですか。さあ、そうするとどういうことがわかるのかっていうと、今ここの差が48だ、51だよって言ってるわけですね。こっからここの差、これが51ですよって言ってるわけでしょ。いいですか。そうするとどういうことがわかるのかっていうと、ここで区切ってあげたとき、こっからここの長さはどうなるのって言われたら、51から3を引いてるだけですから48っていうふうになるはずですよね。さらにここの長さだけで比べていけば、ここが丸の5に当たっています。ここが丸の1ですよね。ってことは引き算したら、ここが丸の4だっていうふうにわかるわけです。OK ですか。そうすると今丸の4が48だよっていうふうに分かったので、丸の1は48を4で割ってしまえばいいですね。はい、こいつを4で割りましょう。割る4すると12っていうふうに出てきます。ということで、小さい数は12だよってことが分かったので、はい、大きい数はどうなってますか。大きい数は、これは小さい数を5倍して3を足せばいいだけですね。5倍すると何になりますか ?60 ですね。それに3を足しますので63です。小さい数はどういうふうになってるのかっていうと、もうこれはね、この丸の1っていうのがそのまま答えになりますので、12っていうふうになるわけです。いいですかね。はい、ということで、大きい数と小さい数、63と12というふうになりました。こういうふうにですね、何倍とか割る何をしたら、割り算をしたら小が何でみたいな状況が出てきた時には、数直線を使ってね、比べていってあげると比較的見やすいんじゃないのかなと思います。